チェ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 最近買い物しててとある佐竹というスーパーで買い物してて見つけたんですけども、なんかあの川柳のなんかイベントみたいなのをしてて、で、あ、ちょっと川柳ってまあこの時期、まあ、5年生でね、あの国語でやったり、まあ、6年生では俳句をねやったりしますけども、ちょっと川柳をやってもいいんじゃないかなと思ってね。川柳、千の竜の背の手、あ、ごめんなさいね。まあ川柳といえば、まあ、サラセンですよね。サラセン、サラセン、あの成田サラの川柳とかじゃないですよ。あのサラリーマン川柳のことですね。サラリーマン川柳で、サラセンのあの、まあ、過去の、まあ、面白い作品とかを、まあ、見て、まず傾向と対策を練って、で、まあ、その傾向と対策でもう面白いもののね、川柳の感じが分かれば、まあ、このスーパーのイベントの川柳に出しても選ばれたりせえへんかなと思って、でサラリーマン川柳をググってみたんですよ。するとなんとですね、名前変わってるんですよ。知ってました？サラリーマン川柳の名前が変わって、サラセンはサラセンなんですけど、サラッと一句、私の川柳、略してサラセンに変わってるんですよ。びっくり仰天ですよ、ほんまに。まあとりあえずですね、まあどちらにしても過去のサラセンを見て傾向と対策ですね、もう練って練って寝る寝る寝る寝していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まず、自分が最初に見つけたのが平成最後の、サラリーマン川柳ですね。平成最後、平成30年のサラリーマン川柳、2019年に発表されてます。令和の元年ですかね。で、その時の川柳がですね、また面白いのが多くて、うん、これも見てくださいよ。多分ここに表示されてると、あ、こっちか、こっちに表示されてると思いますけど、5時過ぎた、カーモンベイビーうさばらし、 USA が流行った年なんですね。 USA が流行った年で、 USA っていうのを、まあ、うさになら、読み替えてうさばらしにしている、これ上手ですよね。まあなんかちょっとね、分類していけたらね、まあ、こういうの作ればいいんじゃないかっていうのがね、見えてくると思うんですけど、多分、まあ、これは完全にね、言葉遊び系ですよね。まあよくお笑いでもやる言葉遊びとか、うまい系、まあこういうのが、まあ、お笑いでは一番多いのかな。漫才でもそうですし、大喜利でもね、謎かけとかでもね、こういうのはめっちゃ使いますよね。うん。で、2個目、いい数字出るまで測る血圧計。まあおそらくサラリーマンとか、こういう年配中堅とかね、中年の方々のあるあるなんでしょうね。あるある、なんていう、あの自虐あるあるみたいな。多分それもメルカリで妻が売るのは俺のもの、これも自虐あるあるなんでしょう。農産業、趣味なし、金なし、居場所なし、もう自虐あるあるでしょうね。痩せなさい、腹に染み入る医者の声。あ、これはちょっと違う、あの自虐ではあるけど元ネタがある、なんとかの声、ちょっと待ってくださいね。おお、静かさや岩に染み入る蝉の声、松尾芭蕉、松尾大ちゃんの先祖ですね。松尾芭蕉の俳句をもじったもの、まあ言葉遊びと自虐あるあるを混ぜたようなものになるのかね。はい。で、
やっと縁切れた上司が最高よ。これも自虐あるある。え、どっちやろ、分かれへんな。うん、手紙書き漢字忘れてスマホ打ち。ああ自虐、うん、何やろな、なんか、あ、自虐か、そうやね。下腹が気づかぬうちにひょっこりはんひょっこりはんが流行った時期でもあんのか。うん、あ、だから流行りものとかも入れていかなかった。まだ USA もそうやし、 USA 流行りに乗れない、まあ一茶、ああなるほどね、一茶さんね。はい、流行りもの、叱っても褒めても返、叱っても褒めても返事はやばいっす。ああ、これもやばいっていうのが流行った時期なのかな。ああ、だからこのトップ10だけ見ても、まあ、分類は4つぐらい、言葉遊び、をしていくけど、自虐あるあるで、自虐あるあるとか言葉遊び混ぜるけど元ネタがあるもの、いや他にも元ネタあるものがあるんかもしれん。なんとかの声っていうのが聞いたことあっただけで、で、流行りものを混ぜていくもの、うん、読んで面白いじゃなくね、まあ、文字にして俳句ちゃんは川柳として出して面白いものなのでね、それを分かった上で川柳を作っていかないといけないんですが、もうね、あ、そう、今回のテーマが、スーパーでのテーマが、はい、佐竹に売っているもの、まあね、佐竹というスーパーなので佐竹に売っているもので、うん、なのでちょっともう昨日の仕事帰りにちょっと佐竹によって売っているものをいろいろ見てきたんですよね。そうすると、うん、まず特徴的なものがあって、一つが、オリジナルブランドがあること、イオンやったトップバリューみたいな感じでね、オリジナルブランドがあること、セブンイレブンやったらセブンプレミアムかな、うん、で今回、うん、笹ブランドというものがありました。で、笹ブランド、まあコンセプトとかちょっと出しておきますけど、うん、まあ要するに笹ブランドのものを食べて、子ども支援であるとか地域の支援をしていく、そして、美味しいと笑顔を、美味しいと笑顔があふれるような、豊かな未来をね、作っていくっていうのが、コンセプトなので、それを元に、はい、川柳を作るということなんですが、もうね、笹ブランド、笹ブランド、これ6番真ん中しかないんです。あのもう一文字入れて笹ブランドがとか笹ブランドでとか、そういうので7文字作って、前と後ろで、しかもうまい系でいきたい。だってもうないでしょ、あるある系もう難しい。もう元ネタを探せばいいけど、元ネタがあるもので笹ブランドでとかなんか入れにくいしね。まあ探せばいいんやろうけど、うん、で、うん、まあ笹ブランドでを入れて、うん、おいしい闇棒のみたいな言葉遊びを入れれるもの、笑顔、スマイル、スマイル、これカレーよね、ルーだ、ルー、ルー、だからうまいルー、笹ブランドでスマイル、ベリグ、オッケー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 、それでいこう。別にこの笹ブランドだけにこだわるんじゃなくて、
ちょっと一個使えそうやなと思ったのが、でもうこの時点で、これを見た時点でもう思いついたのが一個あって、ただダジャレになっちゃうからうまい系でもなんもないかもしれんし、うん、完全にそれを見た瞬間にその傾向と対策とか関係なく思いついたものが、パンダオイスターっていうのが売ってて、リキンキから出ているパンダブランドオイスターソースってものなんですけども、そのパンダオイスターっていうのがパンと売ってて、それを見た瞬間に思いついたのが、中華にはパンダオイスター中華、中華ねーでもいいけどねもう完全にダジャレみたいな感じだけど、そう思いついてしまって、これを出すよりはさっきのうまいルー、笹ブランドでスマイルの方がいいような気もするけど、うん、まあ、こんな感じで川柳を作って、まあ、応募して、で佐竹の川柳大会自体は応募が2月16日まで、で、発表が23から29なので2月中には結果が出ると、うん、いうことで、まあ自分のが選ばれるのかどうかちょっと楽しみにしながら、なんかちょっと受験の合格発表みたいになりますけど、はい、やっていけたらと思います。でもう一つ、さっき言ってたサラセン、さらっと行く私の川柳コンクールはもうすでに、66,949 句の中から優秀100句が決定していて、その後の大賞を選ぶ投票が今まさに開催中で、3月18日まで投票を受付中ということで、これ投票すると A 賞米沢牛サーロインステーキ用のお肉とかね、投票した人の中から抽選で700名にプレゼントがあるとか、なので、まあ一度やってみてはいかがでしょうか。まあ川柳をもうちょっとね考えて、もしかしたら来年のサラ川柳も応募できるぐらいちょっと考えようかなと思いますので、はい、はい、皆さんも川柳は季語がいらないので、もう本当に五七五で考えたらねできますのでね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、では今日はここまでにしたいと思います。村岸ジェームズでした。これいる？